荒木でございます。よろしくお願いします。本日は非常に天気が良くて、慰電研に来ていただきありがとうございます。桜も非常に綺麗ですけれど、中でやっている研究に少し触れていただければもっとありがたいと思います。今日お話しさせていただくのは、遺伝情報をコピーする仕組みっていうタイトルにしましたけど、遺伝情報というのは皆さんもご存知だと思いますけど、よくコマーシャルでもテレビでも聞きますけれど、 DNA によって担われています。ですから、DNA がどのようにコピーされるか、どういうふうに増えていくかというお話をさせていただきたいと思います。DNA といっても、なかなか実際に、生成したりしたことはある方というのはほとんどいらっしゃらないと思いますけど、こっちが、ちょっと、いかがでしょう。よろしいですか。ですね、DNA がどこにあるかということですけど、少なくとも我々人の体のようなもの、あるいは核がある生物ですね。核がある生物とそうでない生物がいるわけですけれど、核があるものではこの核の中に DNA が入っている。で、細胞というのは、生物種によって大きさが随分違いますけれど、1、2マイクロメーター。マイクロメーターというのは1ミリの1000分の1ですか。ですけれど、それぐらいの大きさのものから、通常は2、30マイクロメーター、あるいは神経細胞に至っては1メーターを超えるような大きさのものまであります。ただ核というのは、我々のような細胞でもせいぜい10マイクロメーター、100分の1ミリメーターぐらいです。そこに非常に細長い糸のような DNA が入っています。で、ここにラフに書いていますけれど、こう2本差がよじれたような構造をした DNA が中に入っているわけです。で、我々の体というのは細胞がたくさん集まってできているわけですけれど、しかしよく考えていただくと、一番最初は1個の細胞からできるんです。お父さんとお母さんの細胞が一緒になって1個の細胞で、それがどんどん分裂していくということなんですね。ですから1個の細胞の中で起こっているということは非常に重要だと考えられますし、こういうふうに増えていく中で同じ遺伝情報が伝わっていく。遺伝情報というのは細胞を作るための設計図ですから、それを確実に次の細胞に伝えていくという操作が必要なんです。ここで2倍になり、さらに4倍になっているわけです。それでずっと増えてきて、我々の体を作っているということです。じゃあその DNA の大きさってどれぐらいあるんだろうか。例えば大腸菌ですと、ここは塩基対になってますけど、この括弧の中を見ていただきますと、大腸菌だと大体1.5ミリ。でも大腸菌ってさっきも言いましたけど、1から2マイクロメーター。だから1000分の1ミリぐらいしかないわけです。1000分の1ミリとか1000分の2ミリしか。で、それの中に1.5ミリメーターの糸が入っています。で、酵母で4ミリメーター。酵母はだいたい5から10マイクロメーター。100分の1ミリメーターぐらいの大きさですね。で、小錠媒で6センチ。で、フグは割と魚の中では、ゲノムというか、染色体小さいんですけど、12センチ。そして人では1メーターってことになります。で、ご存知のように、人では一対の染色体がありますから、これはその一つが1メーター、1対2つで2メーターの DNA が人の細胞の中に入っています。だから非常に細いものが人の細胞の中で、特に核、10マイクロメーターの核の中に入っているわけです。それで、じゃあ人の体の中にどれだけ DNA があるか計算してみようと。1.8メーターとか2メーター、1つの細胞の中に DNA があるというふうに言われていますけれど、例えば2メーターで計算します。で、人の体がいくつの細胞からできているかというのは、いろいろ本によって違います。60兆と書いてある本が多いと思うんですけど、多分数年前の論文だと37兆というのがあるので、とりあえず37兆を使います。
そうすると全 DNA、 その遺伝情報になっている DNA の長さは 740km、 とんでもない長さで、これ地球を2万周あるいは地球と太陽の間を240往復、全然我々の理解の超えているような天文学的な数字なんですね。でちょっとこれでは理解ができませんので、もうちょっと噛み砕いていきます。そうするとじゃあ我々の中にものすごい天文学的な数字の長さの DNA が入っているわけですけれど、1日にどれぐらいの DNA が構成されているか、これもですね諸説ありまして、1日にどれだけの細胞ができているかということなんですけれど、多分3000億個から5000億個ぐらいの細胞が体の中でできています。で我々の体の細胞の7割はおよそ血球細胞です。血液に関連する細胞です。でご存知のように赤血球というのは核がない、だから DNA もないんですけれど、その赤血球を作る前の赤芽球というのはこう増えないとやはりそれを作れませんので、とりあえず DNA が合成されるというふうに計算しますと、2メーターで3000億個1日に細胞ができるとすると、これが6億キロメートル、地球がこう1万5000周で、地球と太陽の間天文単位ですね、それを2往復する。でさっきよりも減ってきたので少しわかるかもしれないですけど、まだまだ、長すぎてよくわからないですね。それでじゃあ1時間あたりどうか、で6億キロを24時間で割ると2500万キロ1時間に合成しています。皆さんの体の中でそれだけの DNA がいつも合成されている。で 1分に直すとだいぶ分かりやすくなってきて42万キロ、これでもまだ地球を10周以上回るぐらいの距離があります。ですから1分間にそれぐらいの DNA を皆さん合成しているんです。で1秒間でも7000キロで、7000キロっていうとさっきの数字からすると随分と分かりやすい長さになったと思うんですけど、まだまだ長いのでちょっとこういうふうにしてみますと、まあ、静岡あるいはまあ東京、まあ、日本を中心として7000キロっていうのは、南はオーストラリアで、東はハワイを越えます。で北はアラスカからシベリアで、西はもうインドの西の端まで行きます。でそれぐらいの長さの糸をですね、平均すると1秒に我々の体の中では合成しているんです。ですからその合成する機械というのは非常に優れたものがそこにないといけませんし、その同じものを作らないと間違いが起こると違った細胞ができたりするわけですから、非常に精巧にそれを複製していく、コピーしていくシステムが必要なわけです。それで簡単に DNA のもう少し小さな、微子的な見た時の構造を書いたものがこれですけれど、まあ、教科書によく出てくるように、2本の差がこう並んでいます。で実際にはこれが絡み合っているわけです。そして、ここでもう一つ知っておいていただきたいのは、DNA には方向があるということです。例えば、こちらが5プライム、あるいは5ダッシュって書いてある方のが逆にあります。2本の差が逆向きに走っていて、それがここでくっついている。で反対側は3プライムと呼んでいます。でこれもう少し化学構造をお見せしますと、ここに、DNA というのはデオキシリボ核酸という、デオキシリボースというこれ糖なんですけれど、糖とこれこうリン酸、それからここ塩基というものがあって、この5プライムというのはここでリン酸がついています。で3プライムは通常その末端は OH で空いているという構造なんですね。でこの塩基の部分にはこういう4種類あるいは RNA というもうちょっと違う核酸ではウラシルが入っている、こういうものがあるということです。それで
これはおそらく10年ぐらい前の、ここの一般公開の時に、作った紙のモデルですけれど、 DNA のこう差がこういうふうに2本がねじれて、絡まっているのが分かるわけです。ですから合成するといってもこのねじれたものを一生懸命合成しないといけない。単純に糸巻き機みたいなものでどん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 こう引っ張っていけば DNA が出てくるというような作りではないわけですね。で、じゃあどうやって合成しているのか。で、それ一つは、今単純にまずねじれの話は置いておいて、こういうふうに、2つに分かれていく1本が。で、その時にそれに対応する差が合成されていくというようになっています。で、ここで重要なのは必ず親差と書いていますけれど、異型になる差があって、それに対応する同じようなものを作っていこうとしています。で、高校の教科書なんかにも多分出てくると思いますけれど、実際には、こういうものから片方差だけが合成される、この太いものが合成される。で、ここでは、この半分が合成されたものと完全にここと比較すると置き換わった太い2本になったもの。で、こういうものが出てくるわけです。じゃあどうして同じものが作れるかということですけれど、基本は、こういうことで、実は小学生向けに作ったクイズなんですけれど、今これ塩基がグアニン、アデニン、チミン、シトシンというものが必ずついています。で、ここでルールがありまして、 G には C が来ます。それから A には T が来る。で、 T には A が来る。で、 C には G が来る。要するに TA という組み合わせと GC という組み合わせ、これしかないんです。で、4つの塩基がここに入っている。そうするとこれが1本になりますと、次に来るものは決まってるわけですね。そうすると G には C で、 A にはT で、 T には A で、 C には G と。で、こちらも同じことでこういうふうにできてきまして、全く同じものがコピーされてくる。で、こういうルールに基づいています。それじゃあなんでこういうふうにできるのかという話になるんですけれど、もう少し、お話ししますと、じゃあ今のコピーされる機構、DNA 複製というのはどうやって起こるかという、こういう、まあ、2本差なんですけど、こういう絡まった実際は DNA がありまして、これがポッと増えるわけじゃなくて、まずはある特定の場所から増えていきます。そしてそれが最終的に倍化するというようなメカニズムがあります。で、今ここ特定の場所と言いましたけど、複製の開始点、例えば大腸菌なんかですと、大腸菌のゲノムというか染色体のというのは環状で、ある一箇所から始まります。ですけれど、我々のような真核生物といわれる核のある生き物ですと、複数の場所から開始します。これですとここ、ここ2箇所始まります。で、人でしたら数万から数十万箇所から今の開始点があります。大腸菌は1個なんです。人ですと数万から数十万、酵母でだいたい数百あるんですね、そういう場所は。ですからいろんな場所から始まるのが真核生物という我々なんです。で、こういうものをどんなふうに見えるかというのをちょっとお見せしますけれど、これは、原子間力顕微鏡という、こういう構造を調べるための装置で見ますと、これちょうど複製が途中で止まるようにしているんですが、こう複製のさっきのバブルみたいな開いたところが見えます。これもそうですね。で、この500ナノメーターというのは、0.5 マイクロメーターですから、1万分の1ミリのかけ、どう言ったらいい、1000分の1ミリの半分のサイズなんですね。で、それぐらいのところでこう見てみますと、こういうふうに開いたようなものが見える。あるいはこれはまあ途中で
壊れてるのか途中もっと開いてるのかも分からないですけれど、こういうところに見えてきます。でこういうものが開いているわけです。で実際にそれがなぜそういうことが起こるかということを調べているわけですけれど、ちょっとですね、私どもの研究所のホームページをご紹介したいと思います。今回のその一般公開のここに宣伝がありまして、この辺にいろんなトピックスがあったりする、この下の方にですね、遺伝学博物館、電子遺伝学博物館というのがあります。で、そこにちょっとご紹介したいと思います。で、そこからさらに入りますと、こういうページにやってきて、もし家でホームページを見たりされる方だったらぜひ見ていただきたいんですけれど、いろんな遺伝学の説明があります。それは私どものホームページの中にあります。でその中にマルチメディア資料館というのがありまして、ここに入りますと DNA 複製というものがあります。でこれニューってありますけど、結構古くて、まあ随分前の時点のニューなんですけれど、こういうふうに入ってきて、で DNA の複製とあって説明があるんですけれど、今日お見せしたいのは複製の流れということで、今どんなふうに DNA が増えるかという話をしましたけど、これをアニメーションで見てみましょうということなんです。でこれ2本の DNA がここにあるわけですけれど、これがどういうふうに増えていくか、でそれをアニメーションにしたものがこれです。でこれは特定の場所から始まってずっと長くなる。それでここでの特徴はよく見ていただきますと、ちょっと2種類の増え方をしているんです。これここはどん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 伸びていく、でこっちは短いのがこっちからやってくるというような形になっています。だけど決まった場所からずっと倍化しているというふうに見えます。というかそういうふうにこのアニメーションを作っています。それでここをもう少し拡大したものが次になります。でこれではちょっと違うものが出てきます。でここになんかボコッと出てくるんですけれど、これは DNA を合成するタンパク質です、酵素です。で DNA ポリメラーゼと呼びますけれど、これが、ずっと合成していくんですが、今入りましたけれど、ここに、それの前駆体となるものがどんどんやってきまして、これ黄色を2つずつ飛ばすんですが、リンが3つついているうちの2つを飛ばして次にくっつけていく。でこの時に先ほど言った DNA の方向の5プライムから3プライム、こっちへ向かうと。でこれは逆をやろうと思っても合成できませんよという話で、必ず5プライムから3プライムへ向かうわけです。でこういう合成の仕方をしています。それからもう一つはこの部分ですね。この部分は実は DNA じゃなくて RNA というのが合成されます。で RNA を合成して、これを使って初めて DNA が合成できるんです。でここに岡崎フラグメントと出てきますけれど、岡崎フラグメントというのは岡崎礼二さんという名古屋大学の方がこれを見つけられて、まあご本人はがつけた名前じゃないんですけど、周りの人がみんな岡崎フラグメントと呼んで、その岡崎フラグメントが見つかって今年で51年目になります。でこういうふうに最終的にできていくんですね。でもう一回ちょっとリピートしたいと思いますけれど、始まってくれませんかね。よいしょ。ここで、出ていますが、ヌクレオチドと呼ばれる先ほど言った糖、これはデオキシリボースという糖ですけれど、それと塩基、それからリンが3つついた構造のものがここに取り込まれています。で、先ほど言いましたように、ここには実は RNA という DNA ではないものがくっついています。
で、これをプライマー、これを使って次の合成が進む。で、ここで重要なことは、必ずこちらの5ダッシュから3ダッシュ方向に合成する。残念ながらこの逆を合成できる酵素はありません。今まで調べられている限りどこにもない。だから必ずこっち向きに合成されていくわけです。で、これがこっちは行きませんよって示してるんですけれど、逆にこちらに進んでいきます。それでは、ちょっとまたここを離れて、先ほど の通勤に戻りますけれど、今見えていたのはちょうどこう複製しているところがあると、一つはずっとつながって5ダッシュから3ダッシュの方向に連続して合成することができる。で、これをリーディング差と呼んでるんですね。で、反対の方をラギング差と呼びますけれど、これはまあここの合成が始まるの間にダグがある、ちょっと時間差があると遅れるということでラギング差と呼びます。で、これは短いものがこういうふうにできていく。で、先ほど DNA ポリメラーゼというのが出てきましたけれど、DNA ポリメラーゼというのは DNA を合成する酵素です。で、この DNA ポリメラーゼいくつかの性質がありまして、鋳型がないと合成できない。何もないところにこう何かを合成するということはできなくて、DNA の一つの鋳型がある上で、初めてこれに対応するような相補差を合成することができます。それから、直接 DNA 合成開始することができない。さっき言いましたプライマーというのが必要だと。で、これは通常の細胞では RNA が使われています。それから5ダッシュから3ダッシュ方向にしか合成できないんです。で、このいろんなこう3次元の構造が決まってるんですけれど、ちょっと汚い手ですけど、私の手なんですが、大体どんな構造をしているかといいますと、これが鋳型の DNA なんです。で、ここに合成が進んで、で、DNA ポリメレースというのは人の右手の形をしています。で、右手の手のひらの中で DNA を合成している。で、右手のここにちょうど3プライムの OH というか3ダッシュの OH があって、ここから先に伸ばしていく。ちょうどここで触媒をするような働きをしていて、ここに今赤いのが2つついてきましたけど、2つ入ったところですね。で、これはちょっとずつずれながら常にこの手のひらのところで合成をするわけです。それからもう一つ、プライマーというのが必ず必要だと。で、これは RNA なんです。RNA を合成する酵素があって、で、その後にポリメレースがつなぎを入れて、これは真核生物の場合でポルアルファというのがつなぎを作って、その後に入れてデルタイプシロンというポリメレースが入れていくということなんです。で、人の体の中には DNA ポリメレースが実は10個以上あります。で、その中で実際にこういうところで聞いてメジャーに効いてるのは3つの DNA ポリメラーゼなんですけれど、後のポリメレースはもっといろんなところで作用しています。それからついでにRNA の構造、DNA とどう違うか、ほとんど一緒なんです。で、一箇所だけ違うのは、ここなんですね。ここ、先ほどデオキシリボ、リボースと言いましたけれど、こちらはリボース。デオキシというのは酸素がないという意味ですから、ここの OH の酸素がないのが DNA で、ここに酸素があるのが RNA。で、こういうものがプライマーに使われている。で、これ RNA は DNA に比べるとぐっと不安定になっています。それで、また先ほどのところに戻りますけれども、そうするともう少しさらにですね、
拡大したようなアニメーションをお見せしますけれど、これはここでこれがお野菜になるような DNA で、ここで DNA の合成を行われています。先ほど申し上げましたように、こちらはリーディングサといって、ずっと連続して DNA を合成する。で、反対側は短い差をこう合成していくという作りになっています。ちょっとご覧ください。こうどんどん前駆体が入っていって、合成がこちらはずっと連続的に。で、こちらはちょうどこれ逆向きになってるんですけれど、進行方向に対して逆向きに DNA の合成が進んでいきます。で、これでは DNA のポリメレースがここに2つ入っている。で、もう一つここで特徴的なのは、2本差をここで1本差にしてるんですね。DNA2 本差ですけれど、2本差をそのまま合成できるポリメレースはほとんどありません。で、ここで1本差にしてて、これをヘリケースと呼ぶんですけれど、二本差を一本差にする働きがあります。で、これが RNA を合成するコースなんですけど、時々こっちに行って合成するように見えます。で、これは大腸菌の複製から作ったモデルなんです。ですから、我々のものとは少しだけ違いますけれど、本質的なところでは非常によく似ています。あ、今動きましたね。これをここに行って、RNA を合成して、で、次また DNA ポリメレースが DNA を合成する。いうふうになっているわけですね。ですから、こういうことが実際の合成をしているところでは働いているということです。で、先ほども言いましたけど、このアニメーションはインターネットにつなげればどこからでも見れますので、もしお家でコンピューターつなげる方でしたら、ぜひご覧になれば結構楽しめると思います。それからこれに対する説明もついておりますので、それを読みながらご覧いただければ、わかると思いますので、ぜひご覧ください。それで、ですね、もう一つ、今、ヘリケースというのが一生懸命ほどいてるって言いましたけれど、実際には、こういうねじれの問題がありまして、ここを一生懸命一本差にほどがないとダメなんですね。で、先ほどヘリケースというのはここを一生懸命ほどいてる。で、ほどいてこう開いたところを DNA ポリメレースというのが合成すると。そうするとここによじれがたまるんです。で、そこはよじれを解消する酵素がありまして、そういう酵素が働いて解消をしていきます。で、おおよそこれが DNA を合成していくメカニズムなんです。もっと細かく言うと、もっと細かく分かってるんですけれど、今。それで、ですけれど、実際の DNA 複製、あるいはコピーをしているときには、いろんな問題がありまして、例えば、これ DNA の上に、いろんなタンパクがくっついていたり、ここに DNA のダメージが起こっている。ダメージが起こっているというのは、例えば、そこにある塩基がなくなっているとかですね、そういうことがありますと、もちろんそれを修復する系があるんですけれど、今、複製フォークと呼んでいる、この合成する装置は、そこで止まってしまいます。で、今日はちょっと時間の関係でこれ以上話しませんけれど、で、ここで止まると、これを除いてまた進める、あるいは乗り越えてさらに進める機構があります。先ほど言いましたけど、1秒間に7000キロ分我々は一生懸命合成してるんです。で、その合成した中にミスがあると、なんか変異が入ってちゃんと機能しなくなる可能性がある。だから正確に合成する、あるいはトラブルがあった時にそれに対処するシステムも我々は持っている。ということですね。それで、今までこういかに合成されるかという話をさせていただいたんですけれど、少し変えまして、こういう複製の先ほど特定の場所から複製が開始するというお話しましたけれど、じゃあそれがどうやって起こっているかという話をしたいと思います。で、複製の開始というのは非常に重要で、なぜ重要かというと、
複製が起こらなくてどんどん細胞が分裂するとちゃんと DNA が伝わりません。逆に複製しすぎると一つの細胞の中にある DNA の数が非常に増えてしまって、そこでできるいろんな機能を持ったタンパク質の割合が狂ってしまったりするわけですね。を使ってます。出芽酵母という酵母で、これはこう芽を出して増えているような酵母なんですね。でこの長径がだいたい10マイクロ、長いもので10マイクロメーターぐらいですから100分の1ミリぐらいの大きさで、皆さんがよくご存知なところだったらパンを焼くときに使う酵母、あるいはビールやお酒を作るときの酵母がこれにあたります。でこの酵母、先ほども芽を出すと言いましたけれど、実際にどういうふうに出すかというと、今これもう芽が出てここで外れ、これが分離されます。でまたこちらのこの辺りに芽が出てきますので、ちょっと見ていただければ、でここに、ま、ちょっとフォーカス今ずれてますけど、ここに芽が出てくるわけですね。こういう形で増えていく。通常の細胞は真ん中でポンと2つに割れるんですが、この酵母はこういうふうに芽を出しながら増えていく酵母です。ただ非常に便利な細胞で、真核生物と言いましたけど、核がある細胞、我々核がありますね。その中で最もシンプルな部類に入ります。でそれが、まあ、非常に単純なモデル系として扱える。それから遺伝学的な解析が可能です。それから先ほど申し上げましたように、いろんな発酵生産に使っているわけです。ビールを作る、あるいは物を作る時にも使えますけど、ですから培養方法が非常に進んでいて、最近ではあまりやりませんけど、我々でも1トン2トンこの酵母を培養して、そこからタンパク質を取ってくるというようなことをやることも可能です。で発酵産業で広く利用されていますので、まあ、いろんな応用にも結びついていくわけですね。で、まあ、遺伝学的に言うと、こう色が赤くなったり白いやつが赤くなったりとかいうことがあって、まあ、こういうのを利用したらこんな絵が描けたりするわけですけれど、これ同じ酵母が寒天培地の上で増えた状況です。でこれコロニーと呼びますけれど、そういうものです。それで基本的に人の細胞の増え方と同じだと思っていますけれど、この DNA が合成が起こるところというのは、芽がこう出だしたところで DNA 合成が起こって、芽が大きくなるともう DNA の合成は終わっています。でそれが2つに分かれているという作りなんです。でこの S 期と呼ばれるその DNA の構成期がどのように始まるかというのは長年分かっていなかったんです。でそれにで、もう10年ぐらい前におおよそそこに型がついて、まあ、我々も大きなコントリビューション、大きな貢献することができたんですけれど、この CDK という酵素が非常に重要で、この CDK というのはリン酸化酵素なんです。ですからここだとこの2というタンパク質と3というタンパク質にリン酸を入れている。そうするといろんなタンパクがこの複製開始のところに集まってきて合成を始めるというのが分かってきました。その CDK といいますのはサイクリン依存性のキナーゼというんですけれど、この S 期が始まる前とそれから M 期、分裂期ですね、が始まる前に非常によく働くリン酸化酵素なんです。で酵母の場合はこれ1種類しかありませんで、非常に単純化して研究がしやすいということでそれを調べていったわけです。それからこれはまあちょっともう一つの似たような酵素があって、 DDK というやっぱりリン酸化酵素があるんですけど、これもこのここで非常に重要な役割をします。それで CDK の活性というのは実際に G1 から S 期にリン酸化をどんどん入れれるようになって、で M 期が終わる頃にはもうリン酸化を入れることができないというような作りになっています。で結局これは単純化するとこういうことなんですね。ここに電気があって、ここにスイッチがある。このスイッチを CDK というキナーゼ、
リン酸化酵素が制御している。で、ここスイッチ入れてやると電気がつく。で、これを今の状況に置き換えてやると、スイッチが入ってない状況ではいろんなタンパク質がバラバラしてて、ここ複製を開始する場所なんですけれど、スイッチ入れてやるとここはつながるとようになります。で、全部が集まってここから開始する。もちろん集まるだけでは開始しないんで、実はもっと細かい話があるんですけれど、こういうふうにまずは集めるということをやっています。で、それが先ほど言いましたように、ここで SLD2 と我々がネーミングしていますけれど、そのタンパク質と SLD3 というタンパク質を CDK がリン酸化する。そうするとこちらからこうジーンズ、これ5123というネーミングなんですけれど、それを連れてきてここに連れてくるというのが非常に重要だ。なんで必要かと言いますと、先ほど DNA の2本差を1本差にほどくといったヘリケースの集合に重要なんです。これが全部集まって初めて活性なヘリカーゼができるということなんですね。それでこの研究を我々は非常に長くやっていまして、先ほど私がここに参りましたのが98年という話でした。21年前、そのちょっと前の95年ぐらいの状態、我々が本格的にここをやり出した前というのはどういう状況かというと、なぜかこういうものができて複製開始するんですけれど、ここにいるものは45って書いてる CDC45 ぐらいしか分かってなかったんですね。あとはまあ CDK というのと、このリン酸化酵素と DDK というリン酸化酵素しか分かっていない。それがですね、幸い非常にまあ遺伝学的な手法を使ってここにいるタンパクをずっと同定することができたんです。で、これ最終的にこのモデル実は出しているのは10年前にこのモデルを出しています。で、今10年間何かのモデルが生きてくるというのはなかなか難しくて、モデルというのはあくまで可能性を提示しますから、いろんな検証をそれから進めていくんですけれど、幸いこのモデルはいまだに生きていると思っています。ですから先ほどのこの絵にしますと、ここにスイッチがあるんです。で、スイッチがあってサイクリン依存性のカイネース CDK というのはこの2つをリン酸化する。で、ここにこういうタンパクが入るとつながって、で、ポンとこういうふうに全部が集まるという機構があるということが分かったわけです。で、それは CDK がこの2つのタンパク質、SLD2、SLD3 というのをリン酸化して、その間に DPB11 というのが入ってくると、ここでちょうど電流が流れるのと同じようにつながってポンと集まってということが分かったということです。で、ですね、これが分かるとどういうことができるかということなんですけれど、まあ、この辺を制御することができますので、実はもう CDK この活性がなくてもこの複製を開始させることもできます。で、我々が自由にそこを扱える。で、もちろんそういうものがなくて活性を自由に変えるというのは非常に面白いことですけど、実際に知りたいのはここでどうしてそういうことが起こっているのかというのを知りたいので、それを使っていろいろ調べるわけです。で、もう少し分かりいい書き方をしますと、こういう書き方としてるんですけど、あるこうタンパクがふらふらこうしてるわけですね。これまあ飛行機に例えていますけれど、それで複製を開始したいなという時になると、ここにですねリン酸化されると。で、このタンパク質がこちらについていて、この SLD3CDC45 と書いているのがこのエアポート空港で、そこがリン酸化されると。で、これ真っ暗な夜にこの飛行機がここに着陸するためにはここに火を灯して、ここに滑走路がありますよという
のを示して、でこの飛行機はここに降りていくんだというふうに我々は非常に擬人的じゃないな、まあ漫画的に説明をしているわけです。でおよそそれで合ってると思っているんですけれど、でこれ今公募でやってるわけです。で公募でやってるんですけれど、もう少しでちょっとお話しますけれど、似たようなことは我々の体の中でも起こっているとだろうという例をちょっと示します。でこれ先ほど申し上げましたけど、10年前に我々が出したモデルなんです。でその間何やってたかということなんですけど、みんなさん、まあ、それなりのモデルを持って世界中の研究者がいろんなその検証をしていくわけですね。で今どういう時代かというと、実はこういう時代でして、一生懸命細胞を調べてたんですけど、今はもう複製したタンパク質を生成、複製にいるタンパク質を生成してくる。でそれを試験管内で混ぜ合わせると DNA が2倍になるようにすることができます。でこれ質芽酵母で今できるんですけれど、ここにずっと書いていますけれど、これは生成したタンパク質を分子量で分けるためにアクリルアミドのゲルというのを流して染色したものです。でここに18種類のタンパク質があります。でこの18種類のタンパク質を順番に混ぜ合わせますと、先ほどの複製のある特定の場所から複製が開始して複製を行うということができます。でこちらはまあそのプロダクトというかできたものを見てるんですけれど、この黒くなっているというのが実際に合成が起こっていることを示しています。ですから、今やその合成、生成したタンパク質を混ぜ合わせるということはどういう順番で働いているかを調べることもできますし、非常に小さなワンステップで何が起こっているかを調べることもできます。それからタンパク質の構造を決まるものもあれば決まらないものもあるんですが、そういうタンパク質の構造を決めることによってさらに何が起こっているかということを調べていくことができるわけです。それで先ほど申し上げましたように、これ全部質芽酵母のタンパク質です。で質芽酵母のこの複製の系は試験管内で再構成できます。ですけど人の細胞でと同じようなことはできません。人の細胞を生成してこういうことができるかというと、やろうとしている人がいますけど、まだ成功例はありません。ただタンパク質を見ますと、必要なタンパク質を見ますと、例えばここに DPBM というさっきのスイッチの間に入るタンパク質をなんですけれど、これには BRCT と呼ばれるドメインと呼びますけど、構造を持っていると思われるものが4つあるんです。で BRCT というのは先ほどちょうどビデオを見てらした方、乳がんのアンジェリカ・ジョリーですかの話が出てきていましたけど、そこで出てくるブラカ1という実はがん関連の遺伝子がありまして、その遺伝子の C 末側にあるリピートなんです。反復配列なんですね。でそれを DPBM というのは4つ持っていて、分裂酵母のこれに相当するもの、分裂酵母というのは、質芽酵母というのは芽を出しますけれど、この酵母は逆に動物細胞と一緒で真ん中からポンと切れるタイプで、これは非常によく似てる。それから人にはちょっと名前が違いますけど、トポ BP1 というのがあって、でこれには BRCT がここ8になっていますけど、実は BRCT の0番というのがあって、9つある。でこれが DPB11 と同じような働きをしているというのが分かってきています。でこれはイーストで DPB11 がそういうふうに働くというのは分かってきたので、それから初めて分かった話なんですね。この人たちが調べたトポ BP1 を。それからもう一つ SLD3、 先ほどやはりリン酸化されると言いましたけれど、 SLD3 というのはこれ一生懸命やってもですね、動物細胞で似たものが見つからなかった。だから酵母スペに特異的なんじゃないかって言われて、
酵母をやったって人のことは分からないって言われたんですけど、まあ酵母のデータを信じてくれる人がいて、これ先ほどの DPB11 とくっつくんですけれど、だからトポBP1とくっつくタンパク質を取ってきて複製に効いてるかどうかを調べた人たち。そうするとそこに取れてきたのはこのトレスリン、あるいはティクルという名前をつけていますけれど、こういうタンパクが取れてきて、でこれがやはり SLD3 と同じような働きをしていることが分かってきました。これは人でです。でですね、 SLD3 というこういうタンパクが見つかりますとアミノ酸の配列が分かりますので、タンパク質はアミノ酸の並びですから、それで似たようなタンパクが動物細胞にないかってこう調べるわけです。動物、植物に。でも全然見つかりませんでした。で、結局分かったのは非常に狭いところが似てると。で、こういうのが取れてきて分かると、重要なドメインが、こういう場所が分かりますので、それで探すともっと植物にもあるとかですね、そういうことが全部分かっていくんです。で、この例なんかですと、この T の600と S の622、これスレオニンというアミノ酸、それからセリンというアミノ酸が非常に重要で、この2つがリン酸化されると DPB11 というタンパクに結合するんですけれど、この場所はトレスリンでもよく似ているわけです。配列上もですね。それでもう一つ申し上げたいのは、なぜか我々が取ったタンパク質は動物細胞になると全部大きくなっています。これ670あるいは700アミノ酸ぐらいですけれど、人になりますと2000アミノ酸ぐらいがつながったタンパク質なんです。それから先ほどのトポ BP1 にしましても、出芽酵母が764ですけれど、人のものは1522でいろんなものがくっついてきているんです。でこれらのタンパク質というのは複製が始まるところを制御するタンパク質で、そういうタンパク質というのはいろんなシグナルを受けて次を始めるかどうかを制御しているわけです。ですからもっと人ではもっといろんなシグナルが入ってくる。でここでは関連するものしか書いていませんが、トポ BP1 にトレスリン、 SLD3 ですね、それから SLD2 とよく似ている REC-QL4 という人のものがこの辺にくっつくということは分かっています。ですからもっと大きくなって我々の細胞の中ではおそらくもっといろんなシグナル、先ほどは CDK のシグナルだけを言いましたけれど、人の中ではもっともっといろんなシグナルを感知して、で複製を開始するかどうかを決めさせているようなタンパク質なんだろうと思っています。これで最後なんですけど、申し上げたいことは、その出芽酵母という非常にシンプルなシステムを使って、まあ半ば興味本位に研究しているわけですけれど、それが結局は人のこういう複製のメカニズムにもつながってきます。でそうするとその複製の例えば非常に初期のものですと遺伝病になる方もいらっしゃいます。さっきの REC-QL4 もそうですし、もっと初期の部分でもやはり遺伝病が知られていて、非常に基礎だと思ってやっていましても最終的にはやはり人の病気とかそういうところにつながりますし、それからポルイプシロンというのが先ほど出てきましたけれど、 DNA ポリメレースのミュータントはがん細胞の中でたくさん見つかります。がんが起こっている細胞の中で調べますと DNA ポリメースイプシロンのミュータントはたくさんあります。でそれは DNA を合成するときにミスを作り出しているからです。ですからその人の病気などを考えながらやりますと、こういう基礎の研究というのもどんどん関連してくる部分があって、将来的にはそういう病気を考える上で非常に基礎的な素養となると考えています。拙い話でありましたけど、おしまいとしたいと思います。どうもありがとうございました。